イラストレーター。ギャグマン、イラストレーター。俳優、同化師と、多彩な才能を発揮。第十八回カンヌ国際映画祭に出品され、当時コダールが絶賛した監督、主演作、ヨーヨーが、第六十回カンヌ国際映画祭カンヌクラシックスで、修復版として公開された。九百二十八年十一月二十三日、ロアール県ロアンヌで生まれる。 5歳の時見に行ったサーカスで、道化師に見せられ、成長して、ミュージックホールやキャバレーで、道化師として働く。ジャックたちのスタッフとなり、立ち映画の一連の非常に洗練されたポスターを担当した。また、僕のおじさんでは、助監督に起用され、出演もした。エテックスは、アメリカ式バーレスクに近い立ち世界を、 徹底的なギャグで念入りに作り上げた。実際、バスター・キートン、ハロル・ドロイドや、その他無声映画の喜劇王たちに対して、真の信仰を誓っている。また、ジャンクロード・カリエールがノベライゼーションした、僕のおじさんの休暇、僕のおじさんのイラストも担当した。1961年、短編映画、ラプチャーで監督デビュー。 エテックスと共同で脚本を執筆したジャンクロード・カリエールも本作で脚本家デビューした。この短編はカリエールが初の長編映画コマシの日記の共同脚本としてルイス・ブニュエルに抜擢されるきっかけとなった。続いて制作した短編幸福な結婚記念日でアカデミー賞短編映画賞を受賞。続けて女は怖いです。そして ヨー,ヨーを制作。憂鬱に彩られたエテックスのユーモアは彼が愛するサーカスの世界に向けての力強いオマージュとなっている。舞台空間の支配者であるかのようなエテックス作品は絶えず進化するギャグによりフランスのバーレスクの代表的存在となった。1986年、ラビレットのオムニマックスのための最初の作品の演出をオファーされる。 だが、この作品の失敗により、エテックスは映画に対する情熱を失った。また、俳優古流ュ,ュのための映画も企画していたが、彼の創生により企画は頓挫し、この出来事もエテックスを落胆させた。サーカス芸人で女優のアニー・フラテリーニと結婚し、彼女と共にアニー・フラテリーニサーカス学校を設立。フェデリコ・フェリーニの晩年のドキュメンタリー作品。 フェリーニの道化師にも本人役で出演している。ピエール・エテックス史史教ビッグローブニュース2016年10月15日付、ハット ABCDE25 版ウィキペディアピエール、イテックスの項の記述より、ありがとうございます。